日本語能力試験。これから N4 の懲戒試験を始めます。メモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題1。問題1では、まず質問を聞いてください。 それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。例。男の人が女の人に電話をしています。男の人は、 何を買って帰りますかこれから帰るけど何か買って帰ろうかあありがとうえー、っとね牛乳それからちょっと待って牛乳は1本でいいのえっと2本お願いそれからチーズあれチーズはまだたくさんあったよね ごめん今日のお昼に全部食べたの分かったじゃあ買って帰るね男の人は何を買って帰りますか一番いいものは4番です解答用紙の問題1の例のところを見てください 一番いいものは四番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番男の人が友達のうちで料理を手伝っています男の人は肉を入れた後に 何を入れますか最初に何入れるのその肉入れて。その次は野菜ああ、ちょっと待って。その前に砂糖を入れて、それから野菜。うん。それで次は水を入れて、最後は醤油ね。うん、わかった。 男の人は肉を入れた後に何を入れますか 2> 2番電話で息子とお母さんが話しています。息子は、 どのサンダルを買いますかもしもし、今駅前の靴屋にいるんだけど、前にお母さんが欲しいって言っていたサンダルが、千円も安くなっているよ。え、本当買ってきて。白いのと黒いのと両方あるうん。どっちがいい白の方が黒い線が入っていて、かっこいいんだけど、汚れやすいから黒にする。分かった。 M と L があるよ。大きい方にしてそのサンダルは前に店で履いたら M は少し小さかったんだわかった息子はどのサンダルを買いますか 3番女の人と男の人が話しています女の人は何をしますか明日のパーティー何か手伝うことはない部屋は片付けてある大丈夫明日の朝掃除するつもりだからじゃあ何か買っていこうかうん食べ物はたくさんあるからじゃあ飲み物をお願い わかった。他には料理は手伝わなくて大丈夫うん。料理は簡単なものだから。女の人は何をしますか 4番ホテルの受付で女の人とホテルの人が話しています女の人はこの後まず何をしますか予約した森田です,すみませんまだ掃除中でお部屋に案内できるまで1時間ぐらいかかってしまいますじゃあその間にホテルのスキー教室で習えますかはい。 スキーの服と道具はありますか両方借りられますかはい。隣の部屋に服がありますから、好きなのを選んで着ていってください。スキー教室はホテルの裏です。道具は教室で借りられます。料金は他の料金と一緒に帰りにお願いします。わかりました。あ、荷物はこちらに置いていきますか 自分の車に入れておくので大丈夫です女の人はこのあとまず何をしますか ?5 番。 男の学生と女の学生が話しています。男の学生はこれからどこへ行きますか？宿題の作文出した？私はもう出したよ。早いね。作文を出す前に直したいところがあるんだけど、辞書をうちに忘れてきたんだ。持っている？私も持っていないな。きっと。 図書館にあるよ。そうか。でも、図書館のは古いよ。いつもの辞書がいいから、やっぱり家へ帰ろう。あ、ヤンさんも同じの持っているから、借りられると思うよ。次の授業があるから、教室にいると思う。あ、そうか。聞いてみるよ。それから、作文はどこに出すの事務所だよ。ありがとう。 男の学生はこれからどこへ行きますか? 6<番>」「番女の人と男の人が会議室で話しています」「男の人は何を片付けますか?」 この部屋、会議で使うから、いらないもの、片付けてくれるはい。あの、灰皿はどうしましょうかああ、置いたままでいいわ。はい。このコップはそれはテーブルの上に並べて。はい。今日は花はいらないから。じゃあ、花瓶は使いませんね。パソコンはどうしましょううん、使うから、 出しておいて男の人は何を片付けますか七番日本語のクラスで 先生が学生に話しています。この授業で学生は自分でノートを何冊用意しますか授業は来週から始まります。教科書は日本語1と漢字1というのを使います。ノートは黒板を写すのに一冊必要です。他に 毎週作文をノートに書いて出してもらうので、作文のノートを一冊用意してください。漢字の練習に使うノートは学校が用意して皆さんに渡します。漢字のノートは一年で3冊使いますが、来週は初めの1冊だけ渡します。 この授業で学生は、自分でノートを何冊用意しますか。8番。コンビニで店の人とアルバイトの女の学生が話しています。 女の学生は、明日何時から何時まで働きますか田中さん、悪いんだけど、明日もアルバイトに来られる朝は6時から10時までは山本くんが来てくれるんだけど、10時から入れる人がいないんだよ。夕方5時までなんだけど、どうああ、昼から大学の授業があるんです。 でも、一時までなら大丈夫です。一時までじゃあ、山本くんに午後来てもらおう。明日は午後でも大丈夫だと言っていたから、一時に来てもらうよ。それで、田中さんに朝六時からお願いしたいんだけど。わかりました。頑張って、五時に起きます。女の学生は、 明日何時から何時まで働きますか問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後 問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、一番いいものを一つ選んでください。では、練習しましょう。 女の人と男の人が話しています。女の人はどうして引っ越しをしますか来週の日曜日、引っ越しを手伝ってくれないいいけど、また引っ越すんだね。部屋が狭いのううん。部屋の大きさも場所も問題ないんだけど、 建物が古くて嫌なんだ。最近近所の人と友達になったから残念なんだけど。そうなんだ。女の人はどうして引っ越しをしますか一番いいものは3番です。回答用紙の問題2の 例のところを見てください。一番いいものは3番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> 大学で男の学生と女の学生が話しています。 男の学生はどうしてカラオケに行きませんか今晩みんなでカラオケ行くんだけど一緒に行かないうーん悪いけど今日はちょっと用事があるのそれともカラオケ嫌いだったうんんじゃあどうしてあ 今週試験があるって言ってたね。あ試験はね、来週になったんだ。あのね、そうじゃなくて、昨日もカラオケ行ってね、それで喉が痛くて。そうなんだ。男の学生はどうしてカラオケに行きませんか 2番 2> 大学の卓球クラブで男の学生がクラブの人たちに話しています。男の学生は何を頼んでいますか来週の土曜日、うちの大学の体育館で試合がありますが、前の日に体育館の準備を手伝ってくれる人はいませんか いつもは練習で体育館を午後6時から借りていますが、金曜は4時から借りられるので、時間がある人は4時に来て手伝ってください。試合に出る人も出ない人もよろしくお願いします。男の学生は何を頼んでいますか 三番男の人と女の人が一緒に晩ご飯を食べています女の人はどうしてあまり食べないのですかあれあまり食べてないねどうしたのお寿司好きじゃないのううんそんなことないけど じゃあどこか具合でも悪いううん、うん、今日時間がなくてお昼ご飯二2時ごろだったのなんだダイエットしてるのかと思ったよ女の人はどうしてあまり食べないのですか 4番男の学生と女の学生が話しています女の学生は昨日どうやって買い物に行きましたか高橋さんおはようおはよう昨日は今年初めての雪が降ったねうん昨日南町のバス停の近くで 高橋さんに似ている人が車を運転しているのを見たんだけど、夕方頃南町にいたうん。母に買い物を頼まれて行ったよ。南町は近いから歩いて行けるんだけど、昨日は雪だったから兄に車を借りたんだ。高橋さん、いつも自転車に乗っていて、車には乗らないと思っていたから珍しいと思ったんだ。 女の学生は昨日どうやって買い物に行きましたか5番会社で女の人と課長が話しています。課長は 来週は何曜日に〈オフィスにいますか課長社員旅行について係のみんなと課長に相談したいことがあるんです〉〈来週は京都の工場にいらっしゃったりして忙しいと思いますが何曜日にオフィスにいらっしゃいますか?〉来週は えっと月曜は休みだけど火曜はいるよ水曜は京都に行くけど夕方6時まではいるから大丈夫だよ金曜日に京都から戻ると伺いましたがあの何時頃でしょうかあこっちに着くのは夜だからその日はオフィスには寄らないで家に帰るよそうですかじゃあみんなと相談して。 ままた連絡します課長は来週は何曜日にオフィスにいますか 6番ラジオでアナウンサーが話しています明日の天気はどうなると言っていますか明日です天気予報です今日は雨が降って昨日より寒い一日でしたが雨は今晩には止むでしょう明日金曜日は 一日中青い空が見られるでしょう晴れの天気はあさって土曜日の午前中までで午後からは雨が降るでしょう雨は日曜日の午前まで続きますが午後は晴れるでしょう明日の天気はどうなると言っていますか 7番、男の人と女の人が話しています女の人はいつ日本語の勉強を始めましたかアンさんんはどうして日本語を習い始めたんですか小学生の時日本のアニメを見て日本語に興味を持ったんですえ 小学生の時から日本語を勉強してたんですかいえいえ、習い始めたのは大学生になってからです。中学生の時から日本語で漫画を読みたいとずっと思ってたんですけど。そうですか。ずっとはい。でもなかなか機会がなくて。それで高校生の時は、 日本語が勉強できる大学に入りたくて一生懸命勉強しました女の人はいつ日本語の勉強を始めましたか 問題3問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 レストランでお店の人を呼びます。何と言いますか <S ?1, 1、いらっしゃいませ。2、失礼しました。3、すみません。一番いいものは3番です。回答用紙の問題3の 例のところを見てください一番いいものは三番ですから答えはこのように書きますでは始めます一番料理を作りました友達においしいかどうか聞きたいです 何と言いますか一、1> 1これを食べるつもり二、ちょっと食べてみて三、ぜひ見たいんだよ。二番。 違う電話番号に電話してしまいました。何と言いますか ?1、1> すみません、違いますよ。2>, 2、すみません、もう一度かけてください。3、すみません、間違えました。 3番友達が教室の前で話しています声が小さくて聞こえません友達に何と言いますか 1, ?1 もう少し大きい声で話してもらえませんか ?2, 2すみません声が少し大きいと思います 声が聞こえますか？四番。道で前を歩いている人の手袋を拾いました。何と言いますか？一。手袋を落としましたよ。

店の人に何と言いますか 1, ?1 あの、向こうに行きませんか ?2, 2あの、あちらの席に座ってください。3あの、あっちに移りたいんですが 問題4問題4では絵などがありません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。では練習しましょう。 0ジュース買いに行きますけど、何か買ってきましょうか。1、ええ、いいですよ。2、2> そうですか、美味しそうですね。3、あ、コーヒーお願いします。一番いいものは、3番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください一番いいものは3番ですから答えはこのように書きますでは始めます1番もう夜遅いですから今日はそろそろ失礼します 1. ぜひまた来てくださいね。2. 2お邪魔します。3. あ、いらっしゃい。二番先週先生に借りた本は面白かった 1, 1面白い先生だったよ <S 2> 2 <S まだ全部読んでいないんだ <3 S 1> あまり白くなかった3番。 前にこのレストランに来たことがありますか 1, ?1 レストランの前にありました 2, 2今来たところです3いえ初めてです 4番。りんさん、困った時は何でも言ってね。1、大変だったね。2、2> うん、相談するね。3>, 3、あんまり言わない方がいい 5番、この部屋ちょっと寒いよ。エアコンの温度を上げてもいい ?1、1> まだ上げていませんよ。2>, 2、すみませんが、消さないでください。3、お願いします。私も寒いです。 6番日本語の試験いつになったか知ってる ?190 分になったよ2水曜日だよ 3, 3試験があるよ 7番。田中さん、荷物をいっぱい持っているね。一つ持とうか。1。1> 一人で持てるので大丈夫です。2>, 2。じゃあ、一つ持ちましょう。3。持ってもらえないんですか 8番昨日からコンピューターが壊れているんです。1, 1でもまだインターネットは使えませんよ。2, 2早く治ってよかったですね。3私の古いのを使いますか これで、懲戒試験を終わります。